はい、皆さんこんにちは、佐賀キャスでございます。2時を回りました。1月は9日の月曜日でございまして、まったりとしてるんですけども、この後ライブをするんでね、ライブをするとさすがにまったりできないですね。もう一応これでもね、皆さんに聞いていただくというこうことでですね、酒飲みながらやれとか昨日言われたんですけど、いやいやそんな夜やったらいいんですけど、昼間から酔っ払ったおっさんの話聞くというその皆さんもやっぱりどうかと思うでしょ。で酔っ払いたくもないんでね、昼間からはお酒は飲みますよ。さっきビール系飲料3缶飲みましたけど、酔ってないんかっていうと、もう取れましたね。コーヒーもいっぱい飲みましたし、どうでしょう、1時間経ちましたから、もうほぼほぼこの後本来なら眠たくなって寝ようかなって寝るんですけど、寝る時間の代わりにライブやってるんですよ。偉いと思いますよ皆さんね。そんなこと言うてんと本題行きましょうね。産経新聞に昨日の16時49分にこういう記事が出ておりまして、山上容疑者に現金100万円超、拘置所に差し入れ続々と。読みますね。安倍晋三元首相が銃撃され死亡した事件で、山上哲也容疑者42、殺人容疑で送検が鑑定留置されている大阪拘置所、各大阪市豊島区ですね、にはこの半年間現金や服などの差し入れが続々と届き、現金書き留めは100万円以上に達していると。山上容疑者の叔父77によると、オンラインで拘置所に差し入れできる専門店のサービスを通じ、山上容疑者宛に服や菓子類が大量に配送されている。拘置所に収容しきれない分は叔父宅へ届けられている。これまで届いた現金書き留め100万円以上、大手コーヒーチェーンで使えるプリペイドカードが入っていたことも手紙が叔父宅に直接届くケースもあり、改革ですね、山上容疑者を支えてやってください、絶対に死なないと伝えてください、死なないでと伝えてくださいという趣旨の文面だったという。またインターネットの署名サイトでは、山上容疑者の原刑の刑が軽いになってます。これは刑罰の刑でしょ原刑を問える。こんなとこでね、一応ですね、名だたるメディアですからね、しょうもない誤植してほしないですけど、減刑を求める署名活動が続いており、すでに1万を超える署名が集まった。コメント欄には、日本を守ってくれた人物、正義の鉄槌を下したなど、山上容疑者を英雄視するような内容が多数見受けられる。自分が同じ生い立ちだったとしたら、容疑者は自分だったかもしれません、むしろ被害者と容疑者の生い立ちに同情を寄せるものも並んでいると。こうした傾向について東京未来大って何なん聞いたことないんですけど、最近できたか名前変えたかですね、東京未来大。知らんで、そんなほんまにもう東京にあんのかそもそもみたいなけどそのうち箱根でも出てくださいね。東京未来大の出口康之教授、犯罪心理学は、理由さえ成り立ってば犯罪も仕方なしと合理化するのは非常に危険な考えだと警鐘を鳴らしていると。こういった場合ですね、この出口先生のところには電話がかかってくるんですね、産経新聞から。ちょっとお話を伺いたいんですがって。でですね、出口先生と、もし言い方であればですね、はーいって30分ぐらい最低喋ったと思うんですよ。30分ぐらい喋って、で、記事になるのは、理由さえ成り立てば犯罪も仕方ないと合理化するのは非常に危険な考え方だと警鐘を鳴らしているということでしょうね。まあ私もよく似た経験がいっぱいありますけど。いや、知りませんよ、そんな。5分で終わったかもしれませんけど。それか、その出口先生がですね、どこかでこう書かれたですね、記事のこの部分使わせていただいていいですかというふうな、承認を求める電話があったのかもしれませんけどね。まあそんなのでもいいですけど、非常にね、
危険ではないかなというふうに思います。つまりこの山上容疑者はね、同情できる点は多々あります。ただありますけども、だからといってね、あの行為をですね正当化するということはとてもではないようにできないわけでして、いわゆる法律用語で言いますと自力救済と言います。自分の力で何とかすると、つまり法を求めないでですね、自分の力で何とか、つまり、誰かにこう殴られたとか物を取られたったら自分でそいつをですね殴りに行ったりとか取り返したり、するあるいは違うものを取ってですね、同じもぐらいの程度のも同じぐらいの価値のあるものを盗み返すみたいなですね、それ自力救済って言うんですね。自分で何とかすると、それはですね認められていません、法治国家では。山上容疑者がでも安倍さんをズドンとやったのはですね、別に安倍さんの恨みがあったわけではないわけですよね。彼のこう伝えられる供述によりますと、その安倍さんが統一教会と仲がいいから統一教会のトップを本当はやりたかったんだけども、でも中野へ安倍さんをやってこう世間の耳目をですね引きつけたかったということであって、もうその 150% ぐらいね彼の目的は達してられてるんですよ。おそらくですね、統一地方選挙の前に統一教会は解散命令が出ると思います。だから彼が本来求めた統一教会というものに対する報復はですねほぼ立てられようとしているわけですね。まあそのね、私はねものすごくね違和感を感じるのは、この前成立しましたよね、なんかこうカルトに対して寄付をしたらそれを取り消せるような法律というのもすでに成立しましたね。まだ施行されてないと思うんですけど、それをね主導してるのは岸田さんなんですよ。で、岸さんというあのおっさんはね本当に分かってないなと思うのは、自分でね山上容疑者のあのですねクリミナルのですね目的を達す手伝いをしてるわけ、手伝いを主導してるんですよ。で多分統一教会を今後ですね解散命令で解散させるというのもですね多分岸さんの考えに沿っていると思います。今質問権っていうのをですね3回目やってますけども、おそらくですね、お取り潰しにする方向で進むと思うんですけど、それはね、どう言いましょう、そういうことが法的に可能なわけだからやってるわけですけども、これあたかもねこの山上容疑者のあの犯行をですね善人するようなその後の動きをちょっとやりすぎやと思うんですよね。いや統一教会に問題があるのはそれは問題がありそうですよ、いかにも問題がある団体でありますけども、すぐにねもうその去年7月でしょ、ね、今年多分3月いっぱいぐらいまでに解散命令かそれに類するものが出ると思うんですけど、あまりにもですね山上容疑者の要求に応えすぎてるんちゃうかなと。答えたらあかんねん、そんなん。それをやるとね、じゃあ何か理由があればですね、そのちょっと20年ぐらい刑務所に入るつもりであればですね人を殺めてもいいのかというような風潮になるわけでしょ。テロリストっていうものはあくまでも テロ行為っていうのはテロなんですよ。それを許されない社会が法治社会であって、その原則をねこうちゃんとそのわきまえて いなければいけないのに、この岸さんのこの妙に軽い反応私は善人できませんね。それはゆくゆく解散にしてもいいとは思いますよ、それ自体は。ただしね、そんな半年ぐらいでね結論出すような問題かと思うんですよ。あるいはあらかじめその解散への定めてそれに向かってドーッと動いてるわけですけど、今そこまではやりすぎちゃうのと。やっぱりもう少し時間をかけてじっくりと世間が納得できる状態で解散に追い込むのがいいと思いますし、救済法なんかはそんなに慌てて作ることはないやんと。基本自己責任やあれて、本人が自分の財産を渡してるわけでしょ。日本で自己責任あるの、騙されるやつがあるんですよ、私がしたら。ほんまに。カルトに入るやつはやっぱり足りないわけですから、でも足りない人が自分の財産取り上げられるってもしゃあないやんと。まあ、かなりね、
手口はですね、悪辣だとは思いますけども、今までそれが合法化されてきたわけでしょう。でそれをああいう事件があったからといってですね、その妙な救済法を作るっていうのもですね、あるいはそのですね、あの団体を解散に追い込むって、まああんなもん解散した方がええに決まってると私は思いますけども、でもちょっとやりすぎちゃうのと思いますね。ほんでさらに世間は彼を英雄視してるわけでしょ、あの記事で見る限りは。これは非常に危険なですね、危険な兆候なわけですよ。だから岸さんはもっと厳正に対処しなければいけなかったのにですね、そうこれを助長してるわけですね。まるで山上容疑者をですね、英雄視するようなですね、世間の風潮に乗ってるわけです。それはね、英雄視する動きは出てきますよ。当たり前ですけども、安倍さんという方はですね、合わせて9年ぐらい総理大臣やってたわけでしょ。9年近くですか、やってたわけであって、それは反対派もいっぱいいますし、その安倍さんが有名にあって、っていうやつがいっぱいいるわけであって、でそいつらがこいつを英雄視するわけでしょ。こんなん認めたら、それは英雄視するのは自由ですよ。日本は自由な国ですから。でもそれをですね、生やし立てるような、あるいは助長するような政策を取ってる岸さんっていうのはなんやねん、お前って。私はそう思います。お前絶対間違ってるわと。間違ってるというか、いや、なんていうか、分かってないやろという。法治国家の基本をもっと理解せえよと思いますね。ただ彼は、岸さんはね、そんなんね、彼は多分統一教会に何の恨みもないと思うんですよ。でも、要は彼は自分の支持率を維持したいためにだけにですね、こう、支持率が上がれそうな政策を取ってるだけなんですよ。しかし、あのおっさんあかんねえと、私は思います。はい。一応、この産経新聞のサイト貼らせていただきますね。後で取るかもしれませんけど。はい、皆さんどうもありがとうございました。